はい、こんにちは。税理士神奈美です。この動画は個人事業向け、自営業の方向けの内容になっています。まあ、ビジネスすると必ず必要になる経理の基礎や税金、確定申告についての情報をなるべく分かりやすく税理士が説明している動画です。まあ、この動画を見てね、経理やお金の知識の基礎を身につけたり、まあ、次のレベルアップの土台になったらいいなと思ってコツコツと配信をしています。コメント、感想、取り上げてほしいテーマなどありましたら、ぜひ動画のコメント欄の方にどしどし書き込んでくださると嬉しいです。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。今日のじゃあ動画はですね、まあね、皆さんね、会計ソフト使ってな、それなりにね、自分でできるようになるんですけども、だいたい私がチェックしますと、素人さんが入力したものってほぼ 100% 間違い、ミスが見つかります。今日はね、例えばですけど、見つかりやすいミスですね。まあ、皆さんがやりがちなミスを少しね、例紹介したいと思います。はい、まずですね、間違いやすいとして借入金の処理ですね。これは銀行からした借入金の処理、まあ、仕分け、利息の、まあ、まあそもそも利息の入力がされて経費に落とせてないとか、借入金の残高が合わないとか、まあ、様々なミス、処理の、間違いがあることが多いのが借入金ですね。まず一つ目。あとは開業費ですね。開業費をそもそも上げることが、経費に上げることができるというのを知らないという方が結構いまして、開業費の処理がされていない。もしくは、処理したままずっとそのまま放置。要は経費に焼却してない、経費に上げてないっていうことですね。っていうのもよくあるミスです。あとは現金の残高がまずそもそもずれている。っていうのもよくあるミスです。ちょっとね、何十万ぐらいとか何万ぐらいならまだいいんですけど、ひどい人だともう何百万単位で、100万単位でずれてますので、そういう場合のミスも結構よくある、ありがちなミスです。あとは減価償却ですね。まあそもそも減価償却をしていないとか、もしくは計算のミスをしているとか、前期の残高を引き継げていないとか、そういうミスよくあります。減価償却のミスですね。あと現金のズレと一緒で、預金残高がまず合ってないズレ、まあ、通帳の実際の残高と会計ソフトに入っている預金の残高が合ってないというズレもよくあるミスです。あとはカード払いの残高、未払いの分が合っていないとか、売掛金や買掛金ですね。ちょっと今日専門用語が多くて、短い時間にまとめようと思うと一個一個説明していけないのが申し訳ないんですけど、売掛金、買掛金のズレ、まあ、ミスがある。あとは期をまたぐ決算処理をしていないとか、あと経費項目なのになぜか資産の項目に仕分けがあったりする謎もよく見られます。あとは前期の残、まあね、ここ前期前にした確定申告の残高を次の時に引き継げていない、まあ、ずれているとか、これもよくありますね。あとはね、棚卸しをしないといけない商売をしているのに、まあ、棚卸しするっていうのは、これ動画でまた棚卸しって何だろうっていう動画もさ、撮ってますので、ぜひ見返してください。と、棚卸しをしないといけない、まあ、これは仕入れがある人ですね、をしているのにそもそもしていないというようなミスを犯しやすいのです。で、それね、そしてどれもこれって重要事項で、税金に関係してある、関係してくる項目になっております。でもほとんどの方がこれを、自分がミスをしている、間違っているっていうことに気づかないまま確定申告をずっと継続してしております。そのタイミングでね、何年か溜まった時に税務調査が入った時には必ずこのズレ、ミスは突っ込まれますので、そうならないためにも普段から、まあ、プロの方にちょっと聞いてみたり、質問してみたり、合ってるかどうか見てもらうということは非常に大事なことかと思います。今日は皆さんがね、見つかりやすい、まあ、やりがちなミスをざっと挙げました。はい、ちょっとね、一個一個説明するとね、また長く時間になりますので、今日はこの辺で簡単にこういうミスが起こりやすいですよっていう紹介だけにとどめたいと思います。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。